元衆院議員の金子恵美氏が26日フジテレビの情報番組目覚まし8、8に出演。札幌市の繁華街すすきののホテルで頭部が切断された男性の遺体が見つかった事件について言及した。札幌中央署捜査本部は25日死体損壊などの疑いで逮捕した職業不詳田村瑠奈容疑者と父親で精神科医の修容疑者の同市芦別区の自宅から被害者の頭部を発見したことを明らかにし、同じ容疑で母親のパート従業員ひろこ容疑者も逮捕した。ひろこ容疑者の逮捕容疑は修良容疑者と共謀し、ホテルの一室で刃物のようなもので男性の首を切断し頭部を運び出した疑い。司会の谷原章介のこれで同居する家族全員が逮捕されることになりました。この事件どう受け止めてますか？